どうもこんにちは、太郎です。終幕プレイフルランドを前回やってきたわけなんですけども、なんかもう終わっちゃうんじゃないかってぐらいさ、追い込まれてないこれから何が起こるんだっていう感じなんですけど、どうなっていくんでしょう。何ウキウキしてんだよ、行きましょう。何これ、誰かウキウキしてんの。これから先何起こる。ステージ、あーもうちょこまか逃げんじゃねー。カリムにはちょっと見せらんないみたいな感じだったっけ。魔法使っちゃう。こいつらには魔法使ってんだっけ。あ、逃げ場を封じるぐらいだったらいいのか。お、ギデル何か。そのハンマー強い、まさか。ひぃ。やめろバカ、俺をハンマーでぶん殴るつもりか。狙うのはあっち。ちょ、濃厚だったギデル。フェローが冷や汗。マジで大したことのない魔法と敵味方関係なく振り回すだけのハンマー。というかギデルさんのハンマー、フェローさんにばかり当たってない。ちょ、やばくないそれ。あんな攻撃しかできない奴ら相手に本気出してるのがバカバカしくなってきた。なんか間抜けなんだけどペースつかめないみたいな、ちょっとくせ者感あるね。まとめて片付けてやる。くらえ。いいんか。ぐー、直撃。くそ。え、倒しちゃった。いくら名門つったって所詮ガキだろ。それなのにこんなに差があるもんなのかよ。わあ、二人とも泣いちゃってるよ。当たり前だろ、俺らはあの名門魔法使養成学校ナイトレイブンカレッジの生徒なんだぜなんかさ、名門とかいうこと忘れるよな。本当に名門なんかって今未だに思ってるし。直接対決を避けてコソコソするお前らみたいなやつに負けるかっつーの。僕らの勝ちだね。終わっちゃったよ。最初の説得に素直に応じていればそんなにボコボコになることもなかったのに。さーて、人形にされたみんなを元に戻してもらうぞ。く、戻すんかな。え、はは、参りました。皆様のそのお力感服です。これやばいんじゃない？なんか裏がありそう。接客モードじゃん、フェロー。ギデルも何かを察したように合わせてる感じがする。なんだよ。急にペコペコしても見逃したりしねえからな。ええ、わかっておりますとも。俺たちは大変な間違いを犯しました。許してほしいなんて虫のいいことは言いません。どうなっちゃうんだ。この代わりをどう考えても怪しいよな。怪しいよね。どこからどう見てももうボロボロだけど、不用意に近づいたら襲いかかってくるかもしれない。まさか、もう決着はついているじゃありませんか。たとえ逃げようとしても襲いかかっても俺じゃ学者さんたちにはかなわない。皆様の勝利です。いやあ、さすがナイトレイブンカレッジの学者さんたち、お見それしました。つくづく思い知りましたよ。やはりエリート。僕なんかとは格が違う。ちょっと怪しすぎるな。格が違うだ。当然だろ。うな、当たり前のこと。やっと理解したのか。お前、ご機嫌になってんじゃねえよ。おい、BGM までさ、なんか明るくなっちゃって。骨頭の髄まで理解しましたと。先ほどの魔法、威力も精度も素晴らしい。俺なんか一生かかっても到達できない域でございました。これなんか朝に戻ったみたいな振り出しに戻ってない。よ、希代の魔法師、その名はイエス。溢れ出る才能を止めることは誰にもできない。こいつ接待だけはめちゃくちゃ優秀でさ、それだけで
なんかあの契約取りまくってる営業マンみたいな接待させたら最強、落とし物で人形を避けた方法も、凡人には不可能な発想で、それを行動に移す胆力も並じゃない。まんまとしてやられちまいました。1年生にしてその堂々とした立ち振る舞い、将来有望すぎます。オルト君の先ほどのビームも実にお見事。その体のどこにあれほどの力を秘めていたんで、まさに未来のテクノロジーですな。俺みたいなチンキな男にはどんな仕組みか想像もつきません。きっとさぞ有名な学者さんたちの一粋を集めた最先端の技術なんでしょうね。もしやオルトと書いて未来と読むのでは。こりゃ辞書も世界も変わっちまうやお前言い過ぎだろこれ。おもろいな、ここまで言われたらちょっと気分良くなるね。無限の可能性を秘めた存在そのものが奇跡のようなお方ですね。そんなに本当のことばかり言われても困るよお前おい、ちょろいなお前らだよな。いやいや、何ウキウキしてんだよ。こんなやつに褒められて上つくなよ俺。いやいや、そうでした、そうでした、こうしちゃおれません。人形になってしまった方々を元に戻して差し上げます。急いでお仲間さんのいる控え室に向かいましょう。続く。これはもう一抵抗ありそうじゃない？なんかしてきそう。確かに受け取りました。行きましょう。やばいな、ちょっとフェローしぶとくない？そうだね、みんなが心配だ。エースさん行こう。え、おお、そうだな、完全に8つのペースになってるよ。おや、よく見るとお二人の衣装が汚れていらっしゃる。ちょっと着替えていきませんか？あ、ここに来てわざわざ着替える意味ある？別にこのままでいいよ。それよりもみんなのところに行こう。そんな、行けません。これからお仲間さんたちを迎えに行くんですよ。他の方にとって自分たちを救い出してくれたお二人はまさにヒーロー、輝く大スター。みっともない格好なんかお二人には不釣り合い。せっかくの感動の舞台がもったいない。お前もそう思うだろう、イデル。にっこり。なんかこれ第一章のノリになってんだよな。ほらね、イデルも言ってます、スターの舞台にはとびきりの衣装が必要だって。さあカモン、トゥーザシアター。おいおいおい、これユニーク魔法なんじゃない？ライフイズファン、バラ色の夢。おー、これがライフイズファン、バラ色の夢。ちょっと説明ある？かかっちゃうんじゃない？そう言われてみると確かに着替えたくなってきたかも。そうだね、かっこいい姿でみんなを迎えに行かないと。ユニーク魔法持ってんじゃん。おい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 、ええ、ぜひ。では今お二人のポケットに入っているものを一度お預かりします。持ってるのはポケットティッシュとミニタブレットと、あ、そういえばこれも入れっぱなしだったね。いや、チケット、はい、プレインフルランドのチケット。どうも、確かに受け取りました。これさ、なんか精神操作系の魔法を使うやつはめっちゃ強くない？一発逆転あるよね。それじゃあすぐに着替えよう。いや、これやばいな。じゃあ外で待ってるカリムよ
あいつ今頃何してんだ、来ないなってなってんのかな。ガクンな、え、これチケット私はどうなっちゃうの。力が抜ける、オルト、おい、しっかりしろ。まさかこれって、まさかどうして、え、まさか、なんで、悪いことしてないのに。待って、わかった。チケットがないのに、このプレイフルランドに行っちゃいけないんじゃない？それが悪いことってことかな？ボルト、どうしたんだよ。急に倒れて。はその顔に生えた木の枝は？なんでオルトが人形になっちまってんの？わからない。僕、悪いことなんてしていないのに。いや、そんな気がするな。チケット渡したのがまずかったんじゃない？ふく。わあはは。バカなガキどもだ。これを俺に渡したのが、てめえらの運の尽きよ。うわ、やっぱチケットじゃん。これって、プレイフルランドのチケット？僕とエースさんが渡したチケットだ。でも、一枚はビリビリに破かれてる。くく、プレイフルランドに入るときに教えてやったのにな。チェケットは入園の許可証だって。許可証？ってことはもしかして、それをなくしたら。そう、この遊園地にいる資格を失う。つまり、不法入園者だ。それって、とっても悪いことだよな。うわー、ちょっとやられてんじゃん。エースさん、急いで自分のチケット取り返して。わかってる。おいおい、頑張れ。させるか。うわー、破られちゃった。エースも。ちくしょう。ここまで来て。続く。やば、残るは外で待機してるカリムで。なんか何だこのタイトル、なんだ、一緒に飯食おうぜ。カリムの光がフェローを救うかもしれない。おーい、外から一生懸命扉を押さえてたけど、誰も来なかったから、一旦様子見に来たぜ。お前なぁ、ノリが借りんだよなぁ。外にいた時、空を見て気づいたけど、星がすげぇ綺麗でさぁ。やっぱ海の上だって違うよなぁ。な、やっぱり喧嘩はもうやめてさ、綺麗な星でも見ながら、みんなで一緒に飯食おうぜ。食いてぇ。お前なんか大変なことになってるぞ今。あれ？うん。やば、まさかエースまでやられちゃうとは。カリム先輩、こっちは今するどころじゃねえんだけど。エース？飯どころじゃない。オルトも人形になってる。何があったんだ？フェローにやられた。チケット奪われて破かれちゃったんだ。それで遊園地にいる資格を失って人形に。奪ったとは人聞きが悪い。二人とも自分の手でチケットを手放したんじゃないか。それを言われると自分が情けない。どうしてあんな不用意なことしちゃったんだろう。自分で手放した？おいおい、大事なものはちゃんと持っとかなきゃダメだろう。首から下げるポシェットを二人に買ってやればよかったな。そこに入れておけばなくさないからさ。そういう話？すごく口づくけど返す言葉もない。いや、よく考えてみたら、やっぱさっきのおかしかったって。いつの間にか楽しくなってきて、ワクワクして、だんだん細かいことが気にならなくなっていってた。
それでフェローの手車に乗せられて、ほいほいチケットわっはっは。俺のユニーク魔法の恐ろしさを思い知ったか？お、説明してくれるかな。ユニーク魔法来たね。ユニーク魔法、そのせいで二人はフェローの言うこと聞いちまったのか。やっぱり意識を操る魔法ってことかよ。でもそんな強力な魔法、フェローさんの少ない魔力量でどうやって？いや、今はそれよりも、このままじゃカリムさんまで操られちゃう。さあ、カリムくん、覚悟はいいかな？君も俺にチケットを渡してもらおう。まさかここの一騎打ちとはな。え、なにこれ。魔法めっちゃ魔力込めてんのか？おぉ。カモン、トゥーザシアター。おいおい、喋んの？タミス、やっぱ逃げて。ライフイズファン。やば。めっちゃいいじゃん。うわー。待って。カリムには聞かないとかあるかな？どうだろう。ダメか？ダメか？どうなんだ？ん？俺、なんか変わったか？おいおいおい、本当に聞かないんじゃない？別にいつも通りな気がするんだけど、チケットもしっかり持ったままだぜ。あれ、変化がない？ちょっとこの Life is Fun の能力について詳しく。くく。見た限りる学者さんたちのあの情けない面。まあそうビビりなさんな。今のはちょっとしたジョーク。俺なりのユーモアさ。魔法で意識を操る？とんでもない。お前らみたいな魔力に頼りきりの傲慢な魔法師と同じにしてもらっちゃ困る。俺のユニーク魔法、Life is Fun はな、人を少しだけ楽観的にさせる魔法なんだ。人を少しだけ楽観的にさせる？ってことは何？カリムはめちゃくちゃ楽観的だから、全然効かないみたいな感じなのかな？少しだけってすごく曖昧じゃない？楽観的っていうのもきちんと定義してほしいな。ね、説明もう一回しろみたいな。厳しい先生。指摘が入ってるけど。でも魔法ってそんな細かいところまできちっとしたもんじゃなくないか？俺のユニーク魔法をオアシスメーカーで出せるのも、すげえうまい水がたくさんとしか言いようがないもんな。本当に？今度僕が水の成分と魔力消費量と水の放出量から最大可能放出量を調べてあげようか。説明がめちゃくちゃ具体的になるんじゃない今度。何々山脈と同じぐらいの水の、みたいな。何リッター出ます、みたいな。俺は別にそこまで気にならないけど。でも、オルトと一緒に調べ物は楽しそうだ。今度やるか？今その話必要？これね、味方と敵同時に突っ込み入ることあるか？すごいな。ヘローとエース。ごめん。つい数値化できない部分が気になっちゃって。つうか、でもさ、楽観的とかそういう感情とかだから、すごいむずくない？ヘローの魔法特に。とにかく、さっきのフェローの説明で理解できたわ。昨日から妙に浮ついた気分だったのは、そのユニーク魔法のせいだったんだな。続く。なんか効果も薄いから、魔力消費量も少なくて、なんか検知もされなかったみたいな感じなのかな。何も言い返してね、行きましょう。いやー、ついにフェローのユニーク魔法解禁だったね。ステージ。
な、種明かしがあったな。ああ、そうさ。普段の自分ならやらないようなこと。深く考えずにやりたくなっちまっただろう。だがお前らも散々バカにしてくれたように、俺の魔力なんてたかが知れてる。だから誰にでもこの魔法は通じるってわけじゃない。例えば、目の前で仲間がやられちまったやつが、そうやすやすと楽しい気持ちになるわけがない。心の底から強く抵抗するやつに無理やり何かをさせることもできない。俺にできるのは、背中をちょっと押して、まあいいか、と思わせてやることぐらいさ。背中をちょっと押す。なんかちょっと予想が当たってて嬉しいな。用心深いやつなんかは一対一で話すだけでダメだ。どうやっても警戒されちまう。仲間がいて油断しきっているところを狙うしかない。他にもこの魔法を使うにはたくさん条件がある。なんつうめんどくせえ魔法。欠点ばっか後から出てくるじゃん。そこがこの魔法の面白いところなのよ。チャチなこの魔法を、お偉い学者さんたちは笑うかもしれねえが、それでこそ、このフェローオーネスト様の話術が光るってもんじゃねえか。なんかかっこよくない？縛りを乗り越えて、ここまでやってきたみたいな。何者かの拍手喝采、こうギデルがやってんのかな。下先さんすね、その気にさせて、最後にこの魔法でちょいっと背中を押してやれば、どいつもこいつも面白いぐらい簡単に道を踏み外しやがる。それに強い魔法じゃないからこそ何度も使うことができる。ブロッドはほとんどたまらないからな。大したことない魔法だって使うやつの技巧次第ってことさ。現にお前らは俺が話してやるまで魔法が使われてたことに気づきもしなかっただろう。ぐー、これ何も言えねえってやつ。確かに全然気づかなかったよ。フェローってすごいやつなんだな。そうっすね、悔しいけど認めるしかない。パンチもできないぐらい弱っちい魔法なんて大したことないって油断してた。僕たちはフェローさんに魔力や魔導エネルギーの力では勝っていたのに、それを操る巧みさで負けてしまったんだね。わっわっわ、どうだ、格下だと侮っていた相手に見下ろされる気分は。ちっちゃくしょう、何も言い返せねえ。さてさて、これでお前たちの中で動けるのはたった一人、能天気なお坊ちゃんだけ。対する俺たちは二人、それに頼もしい人質もいる。さっきみたいに簡単に勝てるとは思わねえことだ。あいつ、俺らを盾に彼も先輩に攻撃させないつもりだ。汚ねえぞ。学者さんのくせに物覚えが悪いな。何度も言わせるなよ。これが賢さなんだ。なんかさ、レオナと気が合いそうじゃない？力だけじゃないんだよ、みたいな。そして、賢いよりはもっといいことを思いついた。なあ、カリム君。なんだろう。ん？俺たちの仲間にならないか？どういうこと？は？仲間ってことは、俺らと仲直りしてくれるのか？おいおい、騙されんな、お前。そりゃちょいと違うな。ナイトレイヴンカレッジのやつら捨てて、将来性のある俺たちの側に寝返られねえかって言ってるのさ。え、みんなを捨てる？そうさ、昼間のショーの君は誰よりも輝いていた。その顔、その体、まさに生まれながらの大スターだ。俺たちとプレイフルランドで働けばすぐに人気者になるぞ。え、これね、ガチ勧誘？何よりカリム君はどうやら
相当なお金持ちでいらっしゃる。なんて頼もしい。金があればこの世の問題は全部解決できるぞ。例えばこの遊園地の経営者にはナイトレイヴンカレッジ生は全員引き落とせと言われているが、相応の金を払うなら君のことだけはなんとか見逃してもらえるよう俺が工夫してやる。どうだい、悪くない提案だろう。悪くない提案。そうさ。な、人形になった間抜けども、なんか捨てちまえ。おいおいおい、これどうなっちまう。悪ガキどもをカモみたいにして、このプレイフルランドで気ままに自由に愉快に暮らそう。これまで学校なんかで真面目に勉強してたのがバカバカしくなるぜ。俺らの仲間になれば退屈な学校生活とおさらばさ。悩んでる？いや、カリムはそんななびかないでしょ。さあカリムくん、答えを聞かせてもらおうか。ここで続くなんだ。悩むカリム。ストーリークリア。そこでさ、ユニーク魔法使ったら、なんかあれなのかな？うんって言っちゃうのかな？燃えちゃいこっか。今まで黙ってたけど、なんだろう。の？すんごい深刻な BGM なんだけど。イエス、オルト。俺さ、今まで黙ってたけど。え？マジ？言っちゃうか、まさか。カリム先輩？実は俺、すっげー勉強が苦手なんだ。知ってましたけど。知ってたよ。なんでそのカミングアウトした今？なんで今その告白した？名門校なのにそんな奴がいるのかよ。真面目に勉強しようとしても、どうしても楽しいことに誘惑されちまうんだよ。補習がどうとか言ってたもんね、最初も。綺麗な歌や派手な踊りやうまい飯、この世には誘惑ってやつが多くてさ。勉強以外にやりたいことがたくさんあるんだ。あ、参った参った。うんうん、そうだろうそうだろう。勉強なんてしたくないよな。嫌だよな。だから君もスターになろう。ね、これ、新しい三人軍団できた。でもさ、もし歌や踊りや飯がなかったとしても、俺は学校を嫌な場所だとは思わないよ。勉強は苦手だし嫌だけど、俺にとっては必要なもんだって知ってるから。それに学校って勉強するだけの場所じゃない。一緒に笑ったり驚いたりできる大切な仲間に出会える場所じゃないか。ぬぬってなってるフェロー。ナイトレイヴンカレッジに入学しなかったら、エースやオルタにも出会えてなかったんだぜ。こんなに可愛い弟みたいな二人にさ。それに寮の奴ら、クラスメイト、部活の仲間、他にもいっぱい学校に入学してできた友達がいる。勉強は大変でもみんなと友達になれたってだけで、ナイトレイヴンカレッジってすげえいい場所だって俺いつも思ってるんだ。これ学園長に聞かせたら泣いちゃうんじゃない？気色の悪い綺麗事を抜かしやがって。お前らはみんなその学校をサボって勝手なことをした悪い生徒たちだろうが。本当は学校をおとましく思ってるんだろ。取り繕ってもそれが本心なのさ。言い訳はやめて潔く認めろ。うん、確かに学校をサボったのは良くないことだった。ジャミルは止めてくれたのに、俺はあいつの忠告を無視して帰ったら謝らないと。
やらなきゃいけないことはあるけど、楽しいこともしたい。毎日誘惑だらけだ。だからたまに何が正しくて何が悪いことなのかわかんなくなっちまう。でも、友達を見捨てるのは絶対に悪いことだってわかるよ。なあ、フェロー、答えなんて決まってる。みんなを捨てて自分だけ助かるなんて絶対に俺はしない。ダメだった。フェローの作戦。タリム先輩ならそう言うだろうなって思ってたぜ。ちょっとこれ最初何言い出すんかと思って心配になったけど、よかったわ。だって俺みたいな憎まれ口叩く後輩も見捨てないお人よしだし。うん、タリムさん、今のカウンターすごくかっこよかったよ。本当か、嬉しいぜ。いやカリム、お前が主役だったな。ところで単価ってなんだ。図工、はい、続く。ストーリークリア。いやカリムのかっこいいところが見れましたね。お、ちょっと次バトルか、またどうなっちまうんでしょうね。まあ、今回これぐらいにしておきましょうか。いやー、ちょっとフェローの奥の手も出てきてな、最後の一人になっちまいましたが、どっちにね、勝敗が転んでいくんでしょうか。気になるところですが、今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。